マスゾエ直言劣勢に回ったロシアそれでも侵攻をやめないプーチンの理屈4州併合とロシア軍の劣勢ロシアはドネツクルハンスクの東部2州ヘルソンザポリージャの南部2州を併合し国会で採択された関連法案にもプーチン大統領が署名して10月5日には統合の手続きが完了した。 その結果ロシアは通貨税制経済システム司法などの諸制度をロシア化する作業を加速化させることになるまたザポリージャ原子力発電所も国有化するしかしウクライナや日米欧の先進民主主義国をはじめとする国際社会はこの併合を認めておらず紛争は続いていくだろう一方ウクライナ軍は反転攻勢を強めており ドネツク州北部の鉄道の要衝リマンを奪還したり、ヘルソン州で複数の集落を解放したりしている。アメリカはウクライナがロシアに奪われた領土を回復するまで支援を続けることを明言しており、4日、新たに6億2500万ドル、約900億円の追加軍事支援を行うことを表明した。2月のロシア軍による侵攻以来、 アメリカのウクライナへの軍事支援の総額は168億ドル、約2兆4300億円に上っている。ロシア軍は各地で劣勢に立たされており、それが予備役30万人の招集の背景にある。しかし、予備役対象者のデータが不備であり、招集に際しては多くの混乱が生じている。 予備役招集に反対する反戦デモもロシア各地で起こっておりまた徴兵逃れのために国外に脱出したロシア人の数が70万人に達したという報道もある軍幹部を次々に更迭一方強硬派からは軍による作戦の失敗を非難する声も上がっているそのような批判を意識したのかプーチンは3日 西部軍管区司令官のアレクサンドル・ジュラブリョフ大将を更迭した。ハリコフ州の要衝イジュームをウクライナ軍に奪還されたことの責任を問われたようである。先にもドネツク州の拠点リマンから撤退したことについて中央軍管区のトップが非難されている。9月24日には兵隊担当のドミトリー・ブルガコフ次官が解任されている。 補給作戦の失敗がロシア軍に苦戦を強いたという判断に基づくものである。プーチンは失脚するか。以上のような状況からプーチンが近く失脚するのではないかという観測もあるが、その気はまだ熟していない。9月29日にロシアの独立系世論調査機関、レバダセンターが公表した世論調査結果によると、 プーチン大統領の支持率は前月の83%から77%に下がっている。不支持率は21%で前月より6%上がっている。この支持率低下は予備役召集が理由である。しかし政府とは無関係の機関による調査でもまだ支持率は高い。国民の不満も プーチンを政権から放逐するところまでは高まっていないと見る方が間違いないであろう。これから冬が到来する。極寒と雪の中で兵器の稼働率、兵員の体力などからも戦闘のテンポが遅くなる。その間にロシア軍は新規参入の兵士の訓練、兵器の補充などを行い、体制の立て直しを図るであろう。また、東南部4州を併合したことにより、 併合州へのウクライナ軍の攻撃をロシア本土への攻撃とみなすということになる。それは核兵器の使用を合理化することにつながる。敗戦や屈辱を避けるために核兵器を含むあらゆる手段を使うことはロシアの公式な戦略である。この核兵器使用という威嚇を行うこともまた時間稼ぎであり、欧米のウクライナへの武器支援の拡大を阻止する方策なのである。 戦争は越年し、長期化することが考えられる。ベトナム戦争のように泥沼化することも想定せざるを得ない。アメリカが指導力を発揮して、プーチンとゼレンスキーに停戦させるしか早期の解決は期待できないが、バイデン大統領にその指導力があるとは思えない。そして、プーチンという指導者がどのような思想と行動で動いているかも重要である。 参考になるのは、プーチンが尊敬する帝政ロシアとソビエト連邦の政治家である。プーチンが敬愛する帝政ロシアの政治家ストルイピンプーチンはセルゲイ・ビッテ1849年から1915年と並ぶ帝政ロシアの偉大な政治家ピョートル・ストルイピン1862年から1911年を高く評価する。 日露戦争講和で活躍したビッテが1905年11月に首相になり憲法制定にも力を注ぐが翌年の6月に辞任する内務官僚のゴレムイキンが後継首相となるが短命に終わるその後7月にストルイピンが首相に就任した彼は反体制派を徹底的に弾圧し多くのテロリストを処刑したため 公主代の綱がストルイピンのネクタイと呼ばれたくらいである。しかし、他方ではテロルの根源にあるロシア社会、特に農業の改革に全力を挙げた。土地改革によって、ロシアの穀物生産は飛躍的に伸び、生産・輸出とも世界一になり、石油や鉄鋼の生産も増え、工業生産も急増した。この時期の経済発展には同目すべきものがあり、 海外からの投資を呼び寄せることにもつながったストルイピンに自分自身を重ね合わせるプーチンプーチンは危機の時代に偉大なロシアを発展させた指導者としてストルイピンを位置づけ1990年代の危機からロシアを救った自分とオーバーラップさせているフィオナ・ヒルとクリフォード・ガディが言うようにプーチンはピョートル・ストルイピンのような 過去数世紀に活躍した国家主義者たちと自分を重ね合わせ、自らをロシア史の主役へと変身させたのである。例えば、ストルイピンは新生のドゥーマ、国会に政府と協力する役割を期待したが、プーチンも同様に現代のドゥーマは大統領を支えるのが仕事だとカッパする。1907年にストルイピンは国会議員に対して、 諸君に必要なのは偉大なる変革だが我々に必要なのは偉大なるロシアだと批判するこれもプーチンのお気に入りの文句である2011年にこのフレーズをまねてプーチンは我々に必要なのは偉大なる変革ではない偉大なるロシアだと述べている1907年に外国人記者のインタビューに答えてストルイピンは 国家に20年の内外の平成が与えられれば、改革事業が完成し、ロシアは見違える姿に変わるだろうと述べた。プーチンは、私に20年間を与えてくれれば、ロシアは見違える姿に変わるだろうと自分に都合の良いように変更して引用している。プーチンの世界、皇帝になった工作員、新潮社、2016年、96から100ページ。 ウクライナ4州の併合を満場一致で承認したロシア国会の動きを見れば、プーチンが国会は大統領を支えるのが仕事だとみなしており、国会もそれに応えていることは明白である。そこには三権分立などという考え方はない。このように国家と自分を同一視するプーチンの思想と行動を念頭に置いておかなければ、今後のウクライナ戦争の展開予測を間違う危険性がある。 スターリンと同じ理屈で動くプーチン。プーチンが影響を受けている選抜がもう一人いる。スターリンである。プーチンはスターリンは祖国をファシズムから守った偉大な政治家だとして高く評価する。そのため、スターリン批判を禁止したほどである。人類史上一番偉い人は誰かを問うた2021年5月のロシア人に対する世論調査では、 1>, 1位がスターリンで 39%2 位がレーニンで 30%3 位がプーシキンで 23%4 位がピョートル大帝で 19%5 位がプーチンで15%であるスターリンは1939年8月23日に独ソ不可侵動薬を締結しヒトラーと組んでポーランドを分割領有したりバルト三国などを支配下に置いたりしたが これは第一次世界大戦、ロシア革命とそれに伴う内戦の混乱の中で奪われたロシア帝国の領土を回復する試みであり、まさに歴史的不正義を正すことだったロシアは2022年2月24日、ウクライナに侵攻したがプーチンによればそれはベルリンの壁崩壊、ソビエト連邦の解体という混乱の30年間に失われた領土と 支配地域を回復する作業の一環である。